プログラム変数 GP が定義され、出プログラムから標準入出力を経由してメッセージ渡しされた命令内容が実行されている。当然のことながら、ヌプロットのコードには一切変更が加えられておらず、オブジェクトファイルがそのまま再利用されている。プログラミングにおけるプログラム変数とはマルチスレッド計算機において、 プログラム中別のプログラムを呼び出したとき、その並列実行されている別プログラムを格納する変数を言う。プログラム変数に格納されているプログラムプロセスに対する命令は、OS の機能などを仲介したメッセージは私によって実現される。主記憶割り当てを行ったオブジェクトファイルの格納変数、すなわちオブジェクト変数と呼ぶべきものでもあるが、 オブジェクト思考プログラミングにおけるオブジェクトと紛らわしいこともあり、このように呼ばれる。一般にプログラミングにおける変数はデータを読み書きする記憶域に付けられたタグのことであるが、実行可能なプログラムもロードすれば、数値データや文字列などと同じく限定された記憶域を割り当てられるものであるため、マルチスレッド計算機上であれば変数として抽象化することができる。これを プログラム変数と呼ぶ。主プログラムからプログラム変数に対しては、クラスなどを用いた特別のインターフェースが準備されていなければ、標準入出力を経由してデータや命令内容をメッセージ渡しすることが多い。プログラム変数に格納されているプログラムプロセスは、それ単独で実行可能なものであり、主プログラムのスコープから見れば、常に カプセル化が実現されているのが特徴的である。シングルスレッド計算機においては、プログラムのすべての機能は当然、単線の計算プロセス上で実行する必要がある。したがって、たとえコートオ打という汎用的な単機能を提供する、検証済みのプログラムがそれぞれ独立に存在していても、両機能を実現するプログラムを作成するためには、ソースコードから、 外当機能部分を抜き出し、単線状に乗るように連接した上で、一つのプログラムとして正しく動作するように修正し、さらに再度検証しなければならない。これは、既存プログラムの採用という観点から見ると非常に難易度の高いものである。一方で、マルチスレッド計算機においては、出プログラムから、コートオツのプログラムなどの10プログラムをそれぞれ並列に、 実行させた上でプログラム変数に格納し処理内容をプログラム変数に対してメッセージ渡しをして代わりに処理させることで検証済みプログラムのソースコードに手を加えることなく低コストで開発することができる。これは既存のプログラムの再利用法としては極めて有用な手法である。Winner&PinSon1989 P31 性的データを格納する変数とは異なり、新たに割り当てられた限定された記憶域を走るという性質があるものの、同じく記憶域に割り当てられたタグであることには違いはない。ピンソンウィナー1990 P1 次の4つの特徴を備えているときオブジェクト思考と呼ばれる。プログラム変数を用いたプログラミングはこのうち カプセル化のみ実現しているのでこれをもって現代的なオブジェクト思考プログラミングが実現可能であるとは言うことができない。ありがとうございます。